らなんですかこれ一箱は。これ一箱確か1700円ぐらいです。おすごい、すごい参りますね。ちょバロンこれすごい量になってきたんだけど、つけついた。はい、じゃあラストワンでーす。はい、こちらが金1万円分でございます。はい、賞味多分 30g ぐらいですかね。ちょっと味見していいですか。はい、どうぞ。あ、いいっすね。成金っぽいっす。全く味がしませんね。大体金って食えんのかよ。金食えます。おい、金は本当人体に完全に無害で、吸収もしかも体内で腐敗もしないんで、ああさらっと、うん、もう直肛門です。ダメだろそれ。金のうんこ出ましたよ皆さん、うん、金のうんこ食べる。いかんやん。大丈夫なの本当。大丈夫です。中毒になったりしないの。しないです、確実しないです。そんなネグさんに食べやすいようにちょっと準備したんで。頼むこのままじゃ、はい、いけないよこのままじゃ。はい、はい、というわけで、海鮮丼ならぬ金鮮丼を作っていきたいと思います。ご用意するのはこちら、金粉とご飯、あと薬味ですね。まずこの金を大胆にご飯にのせます。お、いいね。わあ、わあ、すごい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 、動いてるね動いてるね。で、ここに、あ、緑沈んじゃうね。こちらのキッコーマン、わ、すごい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 、すごい、やっぱりごま油ね。できたー。はい、出しました。まあじゃあいただきましょうか。まあ悪いもんじゃないんでね。いただきます。口の中に入った時の金属臭っていうんですかね、金属反応っていうのがしますね。口の中に入った時の金属臭っていうんですかね、金属反応っていうのがしますね、体が。箸が金になってる。箸が金になっとる。これすごいよ。箸が金になっとる。これすごいよ。もう一気にいこう。もう一気にいこう。いや、いや、いや、これ。もう醤油とごま油が強すぎてその味しかしない。醤油とごま油が強すぎてその味しかしない。ネギで爽やかにするか。多分そもそもこの海鮮丼美味しくないですね。そもそもこの海鮮丼美味しくないですね。もう今もう6000ぐらい食ってる。おでんだったらバンディさん吐きそうになってます。ご飯の量が多かったんじゃないですか。待って、この半分残してんの。このさ、この1個のやつの半分しか使ってないんだよ。めっちゃ配慮してんのに。ビッグイーターの名が泣くわ。マジで陰気のジジイの米の食い方なんだよ。これでいいんじゃないですか。もう食ったことにしましょうよ。もう金だけ食えば1万円なんで。もうへばりついちゃったんで。はい、さあ金完食。もうしたでしょ。明日のうんこにご注目ください。